こんにちは、です、えー、それではね今日も元気よくやっていきたいと思います、えー、今日のテーマはね本業と副業を両立させるための重要ポイント3選ってことで、えー、話をしていきたいと思います、えー、質問いただきました 政府が副業解禁と言ってから周りでも副業している人が出てきました。ブームになっていますが、実際は副業をやるとするかなり大変だなと思います、えー。大変な思いをしてでも、やはり副業はやるべきこと、メリットがあることなのでしょうか。本業と副業を両立させるためのコツがあれば参考にしたいですっていうね、質問をいただいたんで解説していきます。で、その前にね、この動画を見るのが初めてっていう方もいらっしゃると思うんで、簡単なプロフィール紹介したいと思います。えー、僕のね、プロフィールです。高校生の時に起業して、高校卒業と同時に本格的に会社を起業しました。 で10代の時にね、年間1億円以上の利益を上げたんですけど、その後ね、たくさん失敗とかもしながら、現在企業歴20年以上です。で、現在は経済的自由を達成してね、友達向けにお金の知識をこの動画とかをね、発信スタートしたんですね。で、現在 SNS トータルで約40万人のフォロワーの方に見ていただいてます。で、もう少しね、何をやって稼いできたのとか、えー、どんなことしてるのっていうのを興味あのある方はね、えー、こうやった学生時代何をやって稼いだかとか、えー、どんなことを考えて生きてるかとかね、えー、どんな風に投資を覚えてきたかとか、えー、そういったことを書いてますんで、参考にしてほしいかなと思います。 で今日のね、えー、この副業とね本業を両立させるための重要ポイント3選の結論を話したいんですけど、えー、僕の周りではねこの副業で成果を上げてる人でやってよかったって言ってない人は見たことがないと。 要は、副業なんてやらなきゃよかったって言ってる人は見たことがないっていう、えー、そういう話ですね。だからやった方がいいよっていう結論になるんですけど、えー、副業という名のね、まあ、詐欺被害に遭ってる人とかは別なんですけど、えー、この辺の両立のポイントですね。副業をしたことで、もう今やね、会社員を卒業してる友人たちとか、人生が変わった友人たちとか、えー、僕の身近にもたくさんいるんですね。で副業は自由への第一歩で、えー、自由になるため、極めるべき4つの所得のうちの1つのね、えー、事業所得にもなるんで、ここはね、えー、この副業っていうところ、えー、抑えていきたいと思います。 ところなんですね事業所得ね。で、えー、ただ、確かにこの本業しながらの副業は大変な面もあると思うんですよね。えー、で、僕自身はやりたいと思ったら、えー、即行動しちゃうタイプでね、えー、会社員やったことがないんで、えー、なんで今日は副業で大成功を収めてるね、会社員をやりながら副業大成功を収めてる、えー、この小人株のね、友人の小人株の事例を取り上げつつ、えー、フルタイムで働く会社員、えー、2016年に副業を開始して、2019年12月現在まで一度も途切れることなく継続して、で、本業と副業でね、日本人、 1%, 上1に入入る収入とで楽しみながらやれてるんで充実感マックスっていうね、えー、そういう感じのね、えー、実績を上げてる、えー、小ビ株の事例をね、えー、上げつつ僕の考える本業と副業の両立についてポイントを3つお伝えしたいかなと思いますちょっと結論にしたら長くなっちゃったんですけどねで、えー、解説に行きたいんですけど、えー、両立ねするためのポイントその1と稼げそうなことを副業にしようとまずはね え副業はこういうい順番で見つけましょうと、えー、まず稼げそうな副業をピックアップしようとそれから興味のあることに片っ端からチャレンジするってこの順番でいきましょうってね、えー、そういうことですね,ね稼げなかったやつはやめようと結構ねありがちな罠なんですけど好きなこととか楽しいことを最優先に選ぶっていうのは、えー、やめた方がいいと、えー、もちろんねこの好きなこととか楽しいことがイコール、えー、稼げる仕事なんだったらいいんですけど、えー、僕自身ねもちろん楽しさっていうのがないと続かないんで、えー、どっちを優先するかっていうのは確かに難しいんです 難しいとこなんですけどそれでも学生時代やっぱり楽しさとか自分が興味あるってことは考えつつもねやっぱり稼げるのかこの仕事はとこの副業は稼げるのかどうかっていうのはやっぱり重要ポイントとしていろんな副業はやってたんですね。 だから、えー、せっかく時間をかけるんだから、えー、稼げそうにない副業をやってもしょうがないと。えー、そういうことですね。だから、まずは稼げそうな副業をピックアップして、えー、興味のあることに片っ端からチャレンジするってこういう順番がいいと思いますね。で、世間的にはね、えー、本業でまず稼いで、副業では採算度返しで好きなことをやりましょうみたいな、まあ、そんな感じのね、論調が多い気はするんですけど、これは日本ではあんまり合わないかなって思う一面もあって、なぜならね、みんなそんなにお金に余裕がないからですね。日本中がお金あふれて 好景気なんだだったらまだしもやっぱこれだけね老後の不安が煽られるね、えー、そういう社会なんでそんな中で採算度外視でやっていくっていうのはなかなか、えー、難しいとでお財布の余裕がないからこそねやっぱり稼げない副業は続かないと実際ね稼げるようになってくるとその副業好きになってくるし楽しくなってくるんですよだから最初楽しくっても自分の好きなジャンルとか、えー、興味のあることであっても本当に稼げない全 全く何の売り上げにもならないとかってなってくるとやっぱりね続かないし苦しくなってくるんですよだからやっぱり稼げる仕事から選んでいくっていうのはすごく重要じゃないかなと思いますね ね、副業やってみたいっていう人はね、えー、このどちらかを抱いてるんじゃないですかね。えー、本業に対する不満、まあ、会社とかね、本業に対する不満、それか将来に対する金銭的な不安ですね。えー、小人株自身もまさにこれだったそうで、えー、稼げなくてもいいやっていうのであれば、副業なんてやらずにね、えー、趣味とかボランティアでやればいいだけと、えー、そういうことになりますよね。何も気にしなくて、採算度外視で、本当にそれこそ趣味とかボランティアだったら、えー、余計なこと気にしなくていいですよね。 楽しいことだけやってればいいと稼げなくてもいいって言うんだったらねでもやっぱり副業ってね えー、業って言うからには稼ぎましょうと。ビジネス性を重視すべきってことですね。で、小人株が副業を始めたのは、えー、サラリーマンになって8年も経過してかららしくってね。まあ、その間どんな副業がいいかね。永遠と迷ってたらしくって。まあ、それだけ悩んだ回もあって、最初にチャレンジした副業が運よく気取り乗ったってことだったんですけど、今なら、えー、昔の自分にこう言おうと、えー、言うと言ってましたね。えー、まずは初めて、えー、次のことは走りながら考えろっていう。まあ、結論ね、とっとと始めておくべきだったっていうことでね。ここは言ってましたね。でいつ しくじっても最後の一つで成功すればいいとそういう気持ちでやるべきと、えー、言ってました実際僕もこれはそう思っててみんないろんなこと考えるじゃないですか で考えるっていうのはすごく大事なんですけど、学校とかだったら今までなんかせっかく80点も取ってるのに、残り20点足りないってそっちにフォーカスされちゃったりとか、何か一つ会社とかでもミスが許されないとか失敗の方ばっかりに目がいっちゃうんですけど、この事業の世界っていうのはそうじゃないんですよ。本当に、えー、バッターでもね、3回バッ,バッターボックスだって1回ね、打てたら3割バッターになったら一流って言われるぐらいビジネスの世界だったら本当ね、5回とか10回たって9個失敗しても残り1個当たったら OK と。その ぐらいの感覚でやる方がいいんですよね？ なんで、えー、失敗なんて気にせずね、えー、とにかくまずは行動してやればいいよっていう話を、えー、いつもしてるんですけど、で、この副業が軌道に乗るまでのイメージは、えー、こんな感じと、えー、稼げそうな副業のうち興味が持てるものをまず始めてみると、いくら稼げそうでもね、本当に興味がないものってこれも続かないんで、まあ、稼げそうな副業の中で興味が持てそうなものを始めてみると、それから1年ぐらいやって芽が出なかったら他のことをやると、えー、時間が無駄になるって思うかもしれないですけど、えー、このね、たとえ芽、ー、が出なかったと としてもね行動力であったり経験という財産はたまるんで、この時の経験っていうのは絶対来てくるんで、何もやらずに失敗した何もやらなかった人とかは全然違うんでね、ね確実にレベルアップはしてますんで、1年ぐらいやって芽が出なかったら思い切って他のことやると。で、稼げたものとか、稼げそうなものを見つけたらまた全力でやると。で、稼げるとその副業が好きで楽しくなってくるんですね。で、本業と両立するためのモチベーションも生まれてきますし、継続できますしね。まあ、こんな感じかなと。 ね、隙間時間で、えー、好きな場所で、えー、時にはね、好きな仲間と一緒にやれると。それでいて月10万とか20万、30万って稼げる副業がつまらないなって思う人っていないと思うんですね。で、こういう風になってくると、自然と本業と副業の両立もできちゃったりとか、まあ、稼げさえすればほとんどの問題ってのがすごく小さく見えてくるんですね。 まあこれは身も蓋もないんですけど、真実ということで、実際副業の方が稼いできたら、本業を辞めたくて副業を始めたのに、副業の方が稼げるようになったら、なんか本業の方もまあまあ別にいいかなって、なんかもいろんな今まで抱えてた問題が小さく感じてしまって、まあ続けてしまったりとかね。 まあそれはそれでいいことだと思うんですけど、本業の方のなんか成績まで上がってきちゃってどうしようみたいな、そういう友達も結構周り見てると言いますね。両立ポイントの二つ目としては、規則正しい生活を送ると。副業で成果を出すためには、やっぱりね、規則正しい生活が重要なんですね。なぜなら規則正しい生活っていうのは意志力を消耗しないからですね。 えー、今日は何時に起きようかとか、えー、何時から仕事始めようかとか、何時までやろうか、どんなことしようか、どこ行こうか、いつ寝ようかみたいな、こういった問いがね、多ければ多いほど人の脳はエネルギーを使って消耗するんですね。で、たかだかそのぐらいって思うじゃないですか。これ聞いて、いやいや、そんなことぐらい自分で考えようよと、そのぐらい判断できるやんって思うの分かるんですけど、 人間の一日のエネルギー脳が考えれる回数っていうのは限られてるらしいんですよねだから、えー、僕自身もあんまりそういったことにエネルギーを使いたくないんですねだから僕なんかで言うと服とかをね選ぶのがすごく嫌いなんですよで嫌いっていうのは選べないとかいうことじゃなくって、えー、そういうことに判断のエネルギーを使いたくないんですよね だから、ワンシーズン、まあ一着とまで言わないですけど、汚くさええー、なければ、清潔感さえ保てたら、えー、同じような服とかばっかりとか、基本的には、えー、同じような服ばっかり着てますね、選ばなくていい、あまりそこに時間使いたくないということで、結構ね、同じような感じで、えー、判断する回数、一日のルーチンワークの中で、えー、判断する回数、そんなに重度高くないことっていうのはね、下げるように、あんまり判断しなくて済むように僕自身してます。結局、ただでさえね、この正社員プラス副業っていうのは、複雑なワークスタイルを取るわけなんで、普段の生活 っていうのはできるだけ規則的にして余計な判断のタイミングっていうのを減らすべきなんですね。で、このコビト株とかの場合は2016年からね、鉄壁の生活リズムのリズムを生み出してないらしいですね。もう5時に起きて、6時までに家事とかね、食事とか出社準備済ませて、出社時刻まで副業をしてとかね、9時から18時は本業頑張って、もう必ず定時退社して、家族と友人と時間を過ごして22時までに寝るみたいなね、こんな感じで実際やり取りしててもね、22時ぐらいになったらもういつも寝ますみたいな。 感じでねね、えー、言ってました、ね、鉄壁の生活リズムですねで生活リズムが一定だとやっぱ体調を崩しにくかったりとか、えー、重要性の低い意思決定に頭を悩ませる必要もないし、えー、早朝の頭が一番元気なうちに副業に取り組めるんで生産性も上がるということでねやっぱり終わってからやろうまあ、人それぞれだと思うんですけど 本業の仕事終わってから取り掛かろうとしてやっぱ疲れてたりとか何か断れないイベントがあったりとかりそういったことで難しい時ってあるじゃないですかだからやっぱ早朝の自分がコントロールできて一番元気なうちに副業に取り組めるっていうのがねいいんじゃないかなと、えー、これらのリズムを取ってるといいことしかないと、えー、そんな感じで言ってましたねで規則正しい生活を送ろうと思うと会社員なら必然的に残業はゼロ前提になるんですね 他人の業務スケジュールに振り回されて勤務時間が不規則になっているうちは副業も何もあったもんじゃないじゃないですか。なんで大切なのは自分の生活リズムを一定にして本業でも副業でも成果をマックスにすることと。えー、別にね、サボるために定時で上がろうって言ってるわけじゃなくって、えー、僕自身も会社で1日8時間も働いたら十分すぎると思うんですね。絶対に集中しない時間ってありますからそれだけ時間があれば何でもできると。 というわけで、えー、無駄に残業しても結局集中力続かないですから、えー、定時になったら帰りましょうとその方がねやっぱお尻が決まってる方が、えー、しっかりとね、えー、集中してできたりしますからね。 でパーキンソンの法則、えー、聞いたことある方いるかもしれないですけど、えー、人の仕事は時間の許す限り膨張し続けるっていう法則があって、これからも分かる通りね、それが合理的と。えー、税金的に考えてもね、えー、残業より副業の方が圧倒的にメリットがあるんだよと。だから残業で稼ぐんじゃなくて、副業で稼ごうと、事業所得を増やそうっていうね、えー、そういうことですね。なんで、えー、時間の許す限り、やっぱり、えー、人の仕事っていうのが膨張し続けちゃうから、もう定位置で帰ろうっていう、そういうことですね。 で、両立ポイントの三つ目は、仲間を見つけると。これも結構大事なんですね。最後のポイント、仲間を見つける。いい仲間がいると、本業での人間関係に囚われすぎなくなるとか、えー、ビジネス上のね、良、えー、き相談相手になってもらえるから、副業が継続しやすいんですね。本業で人間関係に囚われちゃうっていうのは、えー、やっぱりその本業のところで生きてた、世界で生きてたら、それが当たり前になっちゃったりとか、 やっぱり怖くなっちゃったりするじゃないですか。でも、一歩外に飛び出て仲間ができると、そういった、あ、なんだと、今自分がやろうとしてるってことは全然おかしなことじゃないんだとかってね、そういう風に気づけたりとか、やっぱり相談相手になってくれるから副業が継続しやすいと。一人で思い悩む人っていうのは、えー、こんな感じと。 まず副業を始めて何回か壁を乗り越えつつ頑張ると。一人では越えられない壁っていうのが必ずあるんでぶち当たっちゃうんですねで。その時ひたすら思い悩むと。そうすると本業でも余裕がなくなっちゃって副業でも成果が出ないと。でもうちょっとで、もう一つ壁を壊せばもう稼げるとこまで行ってるのに壁を越えられずに副業を断念しちゃうと。 で仲間を見つけられる人っていうのは副業を始めて何回か壁を乗り越えながら頑張って一人では越えられない壁にぶち当たってで仲間に相談して何、えー、とか乗り越えると。 で、継続できるわけですね。そうすると結果として収益も増えていくっていうね。まあこんな感じなんで、いい仲間っているとね、すごくいいんですよ。でビジネスをしていく上で、やっぱ仲間ほどね、頼もしい存在はないと。副業を継続していく中で知り合った仲間も多くて、いい環境を築いてるって言ってて、僕自身ね、一、えー、人で事業を始めたんですけど、やっぱりね、周りで自分一人じゃ当然乗り越えられない壁に当たったこともたくさんあるし、助けてもらったこといっぱいあるんですよ。周りからの。やっぱり10代の時とか学生の時だったんで、周りからのやっかみだったりとか、 やめといた方がいいよとか、えー、いろんなね、えー、ことがあったんですけど大人たちからの意見っていうのもあったんですけどやっぱりネット上で知り合った仲間とかにたくさん支えられて、えー、今があるということなんでやっぱりね仲間っていうのはすごくいいですよ。 で副業っていうのは基本は一人でやるものなんですけど、どうしても定期的に一人じゃきつい壁が来ちゃうんですね。やっぱ人間だから。なんで幸いね、今はコワーキングスペースとかに行ったりとか、Twitter を通じて気になる人にコンタクトを取ってみたりとか、サロンとかコミュニティに参加するとかね、仲間を作るための選択肢っていうのがたくさんあるんで、仲間を探すのはそう難しくないですよね。 つまり、この副業をやる環境っていうのはどんどん良くなってるんだよってことですね。で不幸なのはえ、副業で稼ぎたいサラリーマンを使って稼ぐ人がいることなんですね。要は、えー、ぼったくりの情報教材であったりとか、ぼったくりサロンとかコミュニティとかね、えー、そういったところで、えー、稼ぎたいって人たちにつけ込んで何十万ってお金取ってね、別に高い教材がダメってことじゃないんですけど、本当に内容と合ってないぼったくりの情報教材ね、上弱ビジネスですよね。 まあそういったところでお金と時間を消耗しないように気をつけましょうと。え、いうことで、でもどこのコミュニティがいいかわかんないと。そんなあなたにお勧めできるコミュニティがありますと。え、リベダイユルコミュニティですね。え、ずっと言ってますけどね。え、無料ですから2019年12月現在で1万1500人が参加してくれてます。で、副業で収益を上げたいっていう人もたくさんね、集まってくれてます。 ね、不動産投資とか、セドリとかね、ブログとか、プログラミング、ウェブデザイン、ライティングがいっぱいあります。で、副業マンにとってね、プラス税金っていうのも悩ましい問題だと思うんで、えー、税金問題がハードルになって最初の一歩踏み出せない人とかもいると思うんですけど、そこでね、えー、税金相談チャット、大、え、河、ー、内かおる先生ね、えー、YouTuber 有名ですけど、税理士2名によるチャットでの無料相談であったりとかね。 まあそういった専門家によるチャット増えてきてますんで、えー、米国株相談チャットとかね、えー、賃貸トラブルチャットとか、まあいろんなことを無料で相談できるコミュニティになっててね、えー、コミュニティ内で怪しい商材っていうのも売り付けられることないですから、えー、そういった業者とか問題のある人物についてはもう在籍できないようにすぐにね、えー、排除していくようにみんなでね、目を光らせてますから。 なんで安心してもらえたらいいと思います。で、えー、興味のある人はね、ぜひ参加してみてください。一人では越えられない壁を越える、えー、とか仲間を見つけるとかね、えー、そういったことの重要性を考えると、えー、参加しといて損はないかなと、えー。無料ですしね。なんでぜひ活用してほしいかなと思います。で、えー、定年後に始める趣味とかはね、楽器とか盆栽とか他人に見せられる機会があるものがいいってよく言われるんですね。えー、継続しやすいんだそうですで。気の合う仲間が見つかると、 こういう狭い会社の中だけのね、人間関係に取られることもなくなる。まあ、つまり余裕ができるってことですね。世界は広いんで、やっぱ顔を上げてね、視野を広く持ちたいですね。で、会社の中だけの人間関係で消耗してるのはもったいないんでね、副業でいい仲間を見つけて、本業と副業のね、両輪をバランスよく回していきましょうと。 で、まとめに行きたいんですけど、本業と副業の両立をさせると生活にね、張りと艶が出ますよと、本業と副業を両立させるためのポイントは次の3つだよと、稼げそうなことを副業にする、それから規則正しい生活を送る、で、仲間を見つけるってこの3つですね、稼げることで副業好きになって楽しくなっていくんだよと、月10万二20万、30万で稼げる副業がつまらないって思う人ってなかなかいないと思うんですね。 でこうなってくると、本業と副業を両立させるためにね、自然と頭を使うようになると。で、二つ目が、規則正しい生活はね、本業と副業の生産性を引き上げるんだよと。本業と副業の両輪生活っていうのは、難しい判断を迫られる機会もあるんですね。で、その判断を誤らないためには、やっぱり脳のエネルギーをね、確保しておくってことが、えー、すごく大事になってきます。で、そのためには、日常のつまらない意思決定の機会を規則正しい生活で排除しておくべきなんだよと。 で3つ目は、えー、仲間がいればね、えー、ゆとりが生まれると。1人で思い悩むっていうのは、やっぱ誰だってきついわけですね。なんで余裕がなければ、本業の職場でもいい立ち振る舞いっていのができないですよね。なんでいい仲間を見つけて、一緒になってガンガン稼ぐと。そうやって培われたコミュニケーション力とかね、生まれた余裕っていうのは、きっと本業と副業の両立に大きく役立ちますよと。幸福の3つの資本、えー、幸せのためにね、えー、必要な3つの資本ですけど、えー、人的資本、まあ、稼ぐ力ですね。 で金融資本ですね。貯蓄とか株とか不動産とかね。で、社会資本と家族とか友人との絆とかね。こういったものがね、大事って言われるんですけど、これを最大化する戦略がね、本業でも副業でも稼ぐと、残業はしないと。で、稼いだお金を投資して資産を加速度的に増やすと。 で3つ目が生産性を高めて家族とか友人との時間もきっちり確保するっていうね、まあ、こんな感じでやっていけばもうハッピーにならないわけがないっていうね、まあ、この辺がお金にまつわる5つの力のところで話しているこういう図のところですねなんで本業と副業を両立させてね豊かな人生を手に入れましょうということでねちょっと鼻声とか喉がこんな感じなんで聞き取りにくいところもあったかもしれないんですけど皆さんもね健康に気をつけてくださいね で動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたりとか、えー、いいねとかチャンネル登録ねしてもらえると嬉しいです。ということでね、今日も一つでも学びになったら嬉しいです。これからも一緒に学んでいきましょう。えー、今日もありがとうございました。